こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。今日はですね、はい、あの素敵なゲストにいらしていただいてるんですけれど、あのですね、はい、私正直今すごく緊張してるんですよ。あ、なんかそんな感じがね伝わってきてます。某セレクトショップなんですけど、はいはい、そこの、まあ、ディレクターをずっとされていて、本当にね業界の中でもトップになるぐらいのインフルエンサー、世界でもすごく名が通ってますし、あの知られている。ですよね。でちなみにインスタグラムのフォロワー数はですね、もう12万。いや、すごいよな。だからメンズファッションのことを熟知している方がこれから来ますので。なるほど。ご登場いただきたいと思います、はい、西口周平さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。初登場ですよね。はい。それこそファッション大好きな方とかがこう、うん、BR の視聴者にはいてくださっていて、うん、やっとの登場かっていう、まね、うん、感じだと思うんですけど。だと思いますし、あとはこの番組に出られてる方は結構皆さん知ってますもんね。だってね、はい、もうほとんど存じ上げておりま す, ですよ、ね、はい、はい、ということで BR チャンネルにご登場いただいたわけですけど、はい、今日はなぜ来ていただけたんでしょう。今日は実は3月に、私の新刊が発売されました。おめでとうございます。ありがとうございます。西口エッセンシャルズ100という本が発売されました。でこちらのもう思いっきり宣伝に。なるほど、はい、今日宣伝なんですね。そうです、はい、なるほど、潔。2冊目。そうです。ちなみに1冊目は西口ズクローゼットというこちらの本なんですけれども、うん、自分の私物を使ってコーディネートを紹介した本です、うん、今回の本は自分の必需品というか、うん、100品というものをご紹介している本になります。なるほど、はい、凝縮して。先ほどちょっと本をね見させていただいたんです。これ全部私物ですか。そうです、全て私物です。家がお宝ですよ多分。そうですよね、お宝探偵団に丸々家を出した方が多分。もうだってヴィンテージデニムとかきっとね。そうなんですよね。で今日実はそういうのも持ってきてもらったんです、はい、お宝を厳選して、はい、まあもちろん本を買っていただいてその中を全部見ていただきたいんですけど、うん、その触り今日はハイライト的なものを実は持ってきていただいて。わあ嬉しい。ただその前に、うん、僕聞きたいのはその西口さんが選ぶ目線ってどこなんですか。いや、 やっぱりかっこいいとか、うん、見た目のかっこよさとかももちろんそうなんですけれども、こう物のストーリーがあったりとか、うん、まあバックグラウンドに共感できたりとか、うん、まあ、そういう中でもずっと自分の中で愛していけるものみたいなものを今回、うん、厳選したという感じです。ファッションにそもそもハマられたきっかけって何だったんですか。おいくつぐらいの時ですか。小学校高学年だと思います。想像より早かったです。本当ですか。まあ、その時にこう出会ったものとかに感動させられたっていうのはありますね。ちなみに今持たれているもので一番古いアイテムってどのくらいのものか覚えてらっしゃいます。もう本当にリーバイスの501とか、まあ、今回お持ちしてますけど、かれこれ30年とかそういうものも全然あります。じゃあ30年かけて出会いを大切に集めたものの中でもさらに厳選した100選。そうです。ちなみに西口さんおいくつでしたっけ。僕43です。ということは30年前と13歳、中学ぐらいですね、はい、そんな中でも、うん、もう絶対に外せないっていうのはどれなんですか。まあ、やっぱり先ほどお伝えしたリーバイスだと思いますね。人生で一番足を通してきた、これからもおそらくだから一生履くパンツ、うん、あのリーバイスの501ってやっぱり基本形で年代もいろいろあるじゃないですか。どのもこのモデルが好きとかあるんですか。ちょっと使い分けはしてます。どういうような使い分け。やっぱり50年代とかの WX、はい、いわゆる 501WX とかになるとやっぱりちょっと太いで股上も深い。今日履かれてるのは。今日履かれてるのは60年代のビッグ E。 これは60年代の、はい、そうです。なのでビッグ E になっていってだんだん66とかになっていくとだんだん細くなってくるんですけども、はいはいはい、まあ、大人の着こなしっていう意味で言うと、うん、66とか、うん、ビッグ E でジャストサイズ履くぐらいの感じが一番ぴったりとはまるような感じが。なるほど。もうすでに多分チンプンカンプンだと思いますが、あのねこのたった1分ぐらいで一気に置いてかれました、ね、ゆきちゃんが足を踏み入れてない古着というゾーンだね。ちょっとその年代の話になるとリーバイスのね501は特にそうなんだよね。やっぱりもう長く歴史があるものなので時代時代においてやっぱ魅力ちょっとずつ違うんですよ。違います。ちなみに今日お持ちいただいたのはいつの年代のものですか。こちら50年代ですね。 WX です。1950年代っていうことは今から70年前です。
戦後すぐぐらい、うん、そうです、それぐらいです、はい、その特徴としては先ほどお伝えしました股上が深くて今のレギュラーの501よりもちょっと太いで、あとは何が一番違うかというと色落ちです。縦落ちと言われる縦にこう雨が降るような色落ちをします。そこにロマンをみんな求めていくっていうところがあります。なので自分色に変えていくみたいなことですかそうです、自分色というかもうそういう染料しかなかったの当時。あで今履いてる西口さんのも色落ちがものすごく綺麗な、うん、これこそブルージーンズの色落ちというか、はい、あとは横のところを見ていただくと耳が出てるんですよ。セルビッチと言われるやつですね、生地の端の部分のことです。ああ、はいはいはい、この耳が当たってる、耳の当たりとかがこうその色落ちが、なるほど、この形に沿って色落ちするんですね。その当たりが綺麗だとこのジーンズ高いなって話になる安いジーンズだとこれがどうなるんですか。ない、あ、ないんですね、うん、だけどね、ややこしいのはこれまた難しいんだけど、はい、西口さん履いてるような本物のヴィンテージのジーンズもありつつ、うん、それと同じように全く真似した現代のデニムってのもあったりするので、最近日本のデニムのその加工技術が進んでいて、だけどやっぱり西口さんとしては多分本物を履きたいんだと思うんです。そうなんです、労働着として作られてきたものが60年代以降はファッションとして履かれるようになって、はい、いろんな歴史を このブランドと品番だけでも作ってきたものなので、みんな男は追い求めるんですよ、その無意味なロマンを。無意味とは思わないですけどここまで追い求めるのって時間も労力もそしてお金もかかりますから、あと知識がないのとこのジーンズ選べないね、やっぱり今まあセレクトショップのディレクターされてると思うんですけど、その前も全然違う洋服のショップにいられたんですね、きっと。あ、そうです、もともとは古着屋にいたりとか。ほら、やっぱりそこがあるんですよ、はい、そこで知識を学んだってことですよね、やっぱり、ね、ありますね。小学校の高学年でファッションいいなって目覚めてバイトするってなった時はもうそこから洋服だったんですか。ファミレスみたいなのでバイトしたりとかしましたけど、バイトをしたお金で古着屋で服を買うみたいなことを繰り返していましたの で結局その古着屋でバイトするっていうことになりましたね。自分の近所ですけど。ちなみにそのリーバイスって何本ぐらい持たれてるんですか。だいたい20本ぐらいですね20本でも普通の値段じゃないですよねこれね。まあピンキリですが、ピンキリでも1本いくらぐらいですか。高いものだと10万円ぐらい。ちなみにそれおいくらですか。 WX がこれぐらいの色落ちだと10万円ぐらいですので、もっと色残りとか濃いものだとさらに上がっていきますね。数も少なくなっているのでだんだん値段も上がっていってますね。そうですよね。しかも一点物なんだ、これ探すのが超大変。そうなんです。西口さんはこれを買われた当時この色が欲しいと思って買われたんですか。色落ちっていうのももちろん大事なんですけども、一番はレングスなんですね、股下の長さ、はいはいはい、レングスが自分の足の長さに合っていないと ここはもう直せない。もう綺麗に色落ちしてますので、これも大事なんです。まだ色落ちしてない部分がこう裾に来ちゃったりするから、そうです、そうです、他は古いのにここだけ新しいみたいな感じになるんですね。そうです、そうです。もっとすごいやり方もあって、実はここだけ残して移植させる方法もあるのよ。だけどそうするとかっこ悪いんだよね。なんか移植ってどうするんですか。いやだからここ切るじゃない、ここ切るじゃない、ここ切りますよね。でこの5センチぐらい下切って自分の足の長さに合わせる、上の部分をもう一回持ってくるっていう、昔やったことがあるんですけど失敗してやんなければよかったなみたいな。そうなんですよ。取ってつけた感がすごく出ちゃうんですか。硬くなるんです、ゴロゴロしちゃうんだよね。すごいわかります。そうだ、うん、パッと見た感じわからないんですけども、まあ、履いてる感じやっぱ違うってなっちゃう、ね、なりますね。気になっちゃって誰もわかんないですけど。そう、誰もわかんないけど自分だけ気になるんですよね。そうです、そうです。いやでもそこも追い求めるのがロマンですから。そうなんですよ、ね、そんな501の隣には実はいろいろ靴もありますけど、うん、これはどっちなんですか。これはグッチのビットローファーです。もう皆さんご存知だと思います。今日も履かれてますよね。今日はボナフェです。これはこっちボナフェですね、はい、作ってるとこ一緒ですよね。でもね、50年代グッチさんが当時ファクトリーに選んだのがボナフェ。ボナフェ、これは90年代ですね。90年代のグッチのビットローファーで、今はもうスエードが売ってないんですね。売ってないですね、なかなか。個人オーダーでしか多分作れないと思います、うん、ただやっぱりスエードいいじゃないですか。スエードいいですよね。甘い感じが出せるので、うん、星葉さんにもねよくお聞きしてたんですけど、はい、手入れってどうされてるんですか。すごく簡単ですね。栄養みたいなものを
かけるスプレーと防水スプレーをするだけって、もう古い靴ですけどちゃんと栄養を与えれば全く問題ないです。あとはまあソール交換もできますので、ソール交換もしていただけます。西口さんって古いものたくさん持たれてると思うんですけど、もう全てコレクションではなく今も実際履くものばかりを持たれてるんですか？そうです。なんか身につけるものなんで別に高い安いっていうものは関係なく、フラットな目線で見て自分がいいと思うものを身につけてる。あ、コレクターオタクじゃないということですね。でもいいですね。なんかやっぱりこの子たちも履かれるために生まれてきたわけじゃないですか、生かして最大限に引き出してあげようっていう思いですよね。おっしゃる通りです、なんかどんな服でも物のポテンシャルを最大限引き出せるだろうかっていうのはいつも考えてますね。深いですね。結構でもベーシックなものが多いですよね。僕も全部好きなものが多いんですけど、そっちはあれですか、ウエストンですか？そうです。これはジェームウエストンのサイドガーブーツ、これは今も販売されている靴です。バランスいいですよね、ウエストンのチェルシーね。 すごいバランスがいいです。有名な話です、ビートルズが履いていたとかだったりして有名ですけど、ドレスっぽい顔をしながらちょっとカジュアルな顔もあるんですよね、この靴は。自分の大好きな靴ですね。革もいいですし、継ぎ目がない、全てここが1枚革でクオリティも高いです。そしてエルベシャプリエ。あ、そうです。これも自分のよく使っているリュック。服好きの人みんな好きですよね、これ。そうなんです、大好きだと思います。ベーシックなバックパック。僕が本当に高校生ぐらいなんて全然あったから、これ 40、50年50年ぐらいはあると思います。今実は生産がこれはされてない形なんです、なんですね、モデルです。フランス製がもう今なくなってしまって、それがこのバックパックです。で、何が違うのかといったらナイロンが違います。ナイロンの素材がちょっと光沢のあるツイルなんです。で、今のやつはちょっとオックスフォードみたいな平織りでこんなに光沢がないんです、っていうのと紐がもう少しアウトドアっぽい、こうふかふかしたこうクッションが入った、もうちょっとスポーティーな紐になるんですけど、この当時のものは紐がいい風に言っても安っぽいんですよ、それがいいんですね。ただまあもう売ってないので、売ってないんですね。そこに魅力がね、そこもあるんですね。それどういう時に持たれますか？いや、割と何でもですね、スーツとかでも、ドレススタイル持てるリュックサック、バックパックの本当に代名詞だと思います。当時星葉さんも持たれてたんですか？持ってた、何色も持ってた。これ何色も、この辺全部一応やっぱ通ってきてるんで。そうそうそう、通ってますよ。そうですよね。そう、これ通ってきてなかったんで今日これ何なんだろう。ちょっとじゃあそのお話聞きましょうか。これ何ですか？これは2年前ぐらいに提案されたグレンフェルのケープ。グレンフェルなんだこれ。ちょっと着てみていただいていいですか？ケープって何でしたか？マントとコートみたいな。そう、ポンチョみたいなやつですね。雨がっぱですね。トンビコートみたいな感じなんだ。そうですね、こう着るとフードがあって、それ短いですね。そうなんです、もういわゆるポンチョですので、こういうグレンフェルなんですね。そうなんです。なのでミリタリーベースには作られてますが、基本的にはこうバサッと羽織るポンチョですね。面白い、はい、でただミリタリーベースに作られているのでこういう穴があるんですけど、これは、まあ、実際デザイナーに確認すると野戦用のテント、テントにする時の時の一人でこう打つ、こう打つみたいなものをディテールとして残したって言ってました。実際やる人いないと思いますけど。これ現行なんですか？現行です。1930年代から変わらない生地、グレンフェルクロスを使用して撥水性のあるコットンギャバですね。自分もすごい好きで全く売れないだろうと思ってバイイングしたんですけども。あ、これ売ったんですか、お店で？はい、実は一瞬で完売しまして。それバイヤー冥利につきますね。そうなんですよ。今日でもね、持ってこられたものが全てストーリーがあるもので、これ全部話聞きたい人はやっぱこれ買わなくちゃダメですよね。おっしゃる通りです。こちらに載せているのはまあ日本語と英語が半分、外国人の方にも読んでいただきたいなというふうなところで、もしお読みいただければ、あ、これもっと深掘りしたいっていうふうに思っていただけるような内容になってると思います。いや、これちょっともうちょっと聞きたい。今の5点じゃちょっと足りないです。いや、嬉しいです、そう言っていただいて。ちょっと勉強させていただきます。ということで西口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まだまだ僕らも聞きたいし、ゆきちゃんが特に聞きたいと思うんで、いや、私もうちょっと深掘りしたくてしょうがないです。やっぱこの動画にしていただくことでより伝わることもあると思うので、ちょっとぜひまた遊びに来てください。お呼びでしたらいつでも参りますので。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お呼びさせていただきます。ぜひ BR の視聴者の皆さんも
こちら読んでみてはいかがでしょうか。西口エッセンシャルズ、はい、じゃあ他に何か告知ございますか。こちらのバッグなんですけれども、うん、実は私が革の選定からサイズデザインまで全てディレクションしたバッグブランドです、うん、なんていうブランドですか。エスマーノというブランドで、スペシャーレマーノ、エスドットマーノと書くんですが、ちょうど今ポップアップを4月に伊勢丹様でやっております、はい、そうなんですね。ちなみにこれはどこで作ってるんですか。イタリア製です。あ、イタリア製なんですね、はい、全てイタリア製。コンセプトみたいなのあるんですか。やっぱりイタリアって本当にものづくりがすごく上手だと思うんですけども、はい、そういう、こうクラフトマンシップとモダニズムみたいなものを融合しています、うんうん、特にこう注目していただきたいのはパーツ。こうやってバッグを引っ張ってこう止められるんですけども、うん、ゴールドのこういう真鍮のパーツなども全て別注で作ってますね、うん、あとはちょっとバグとかにインスピレーションを受けて、こういうベルトみたいな、本当のベルトみたいなものつけてるような感じのデザインを、まあ、細かくこだわってますね。価格帯とかはどんな感じなんですか。こういうメインのモデル69,000円、はい、でこちらが59,000円で、こちらが6万半ばだったと思います。一番小さいのが49,000円ですね。ユニセックスですか、メンズですか。メンズバッグではあるんですけども、うん、ちょっと女性っぽい。女性でも使えそうですね。女子も使えそう全然、うん、まあ、特に小さいこういうものでしたら全然女性でも。これかわいい。今っぽいんですが、あまり今ないようなデザイン、確かにのものにちょっとこだわったという。なるほど、うん、まあ、あと割とこうないようなブラックのキャンバスとレザーのコンビネーションですね、うん、金具も相当こだわって作りました。価格帯もいいですね。イタリア製だとかなりコストパフォーマンスいいんじゃないですか。むちゃくちゃ言ってその値段までやっぱバイヤーの目線そこに聞いてるんですね。そうです。せっかくだからあれじゃないですか、Sマーノの中にこれ10冊ぐらい全部入れてそうなったらもうこれだけで40冊入ります、ね、ぜひ皆さん合わせてご購入ください、はいはい、ということで今日は西口さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。T シャツ専用インナー、脇パッドがついてるんです。すごい。段差というか色の差はない。全然わかんない。全然わかんない、はい、ここの透けないっていうところもそうなんですけど、やっぱ汗を吸収してくれる。あとは抗菌防臭の機能もありますので、中にもう1枚入ってて30の構造になってるので、汗かきの人にはこちらの方の。やっぱこれ買わなくちゃいけないね。いや、西口さん面白いね本当に。面白かった。濃いよ。お酒飲みながらずっと話聞いてたいもん。聞いてたかったです。本当この回またやってほしいです。今までと角度が違ったので。角度っていいねじゃあ最後宣伝の、はい、4月からデラデイキオンラインコミュニティステージを本格運営させ始めました。ぜひぜひ皆さん集まっていただいてですね、成長できる場所になればいいなと思ってるので、ご参加お待ちしております。お願いします。そして、はい、僕が編集長を務めている講談社のウェブマガジンフォルサスタイル、そして僕が好きなものだけを集めたミニマルワードローブ、それの YouTube チャンネルもやってます。さらにクラブハウスなんていうのも始めましたんで、皆さんぜひ登録ください。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。はい、また次回。チャンネル登録はこちら。こちらです。そしておすすめ動画がこちらです。お願いします。